2023準ミス日本はエントリーナンバー11番東海林杏樹さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。歓喜のね、涙が頬を伝っています。高校生で、ね、現役の高校生ですからね、準ミス日本に輝きました。おめでとうございます。おめでとうございます。和田香織会長より賞状並びにトロフィーの授与が行われます。いやー、よかったですね。おめでとうございます。そしてタスキとティアラの授与は昨年度ミス日本ミス着物佐藤梨紗子さんです。それでは東海林さんは女優、モデルを目指しており、はい、憧れは橋本環奈さんだそうです。そうですか。現在高校2年生ということですからね。このファイナリストの中で一番年下ということではありますけども、はい、本当に今日も堂々と、受け答えもされていました。されてました、素晴らしい。皆様大きな拍手をお願いいたします。ミス着物はエントリーナンバー8番寺島琴さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ミス日本協会理事の曽我純子です。おめでとうございます。そしてトロフィーの授与です。寺島さんの原点は裁判の傍聴席ということで、小学生の時に初めて傍聴したそうです。すごいですね。今日も法律について語る場面もありましたね。これから世界的に活躍していく、そんな存在に、そんなリーダーにぜひ輝いていただきたいと思います。皆様大きな拍手をお願いいたします。ミス日本海の日はエントリーナンバー4番稲川夏樹さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。小沢理事長より賞状並びにトロフィーの授与、さらに副賞の授与が行われます。はい、内閣総理大臣になりますという、そうでしたね、力強い言葉もありました。女性初のというね、ところも一つポイントかもしれません ね。 そんな稲川さん、競歩で全国優勝した経験もお持ちだそうで、すごいですよね。さあ、正面での写真撮影、改めまして皆さん大きな拍手をお願いいたします。緑の大使はエントリーナンバー5番上村さやかさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。前田様より賞状並びにトロフィーの授与が行われます。ずっしり重いトロフィーが今渡されました。はい、自己 PR で歌を披露されていましたけれども、ね、たくさんの憧れのアーティストがいる中で、やはり松任谷由実さんが好きですとおっしゃっておりました。まあでもこのね、緑の大使、お母様もね、喜んでらっしゃるでしょうね。そうですね、本当に良かった、おめでとうございます。はい、さらに受賞の記念に、国産木材で作られた木の花ブーケが贈られます。こちらは成田明日美さんが思いを込めて作りました。水の天使はエントリーナンバー9番武田誠也さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。
とうございます。中島様より賞状並びにトロフィーの授与が行われます。本日審査会でもミス日本 OG が選ぶブリリアント賞を受賞しておりました。そうでしたか、はい。まあ、今日も本当に医学の道でね、はい、世界を救いたいということもありましたし、そしてコメンテーターにもなれて、もう本当にこれから二刀流三刀流の活躍が期待されるわけですけども、はい、改めて大きな拍手をお願いいたします。はい、